リテイク版ウルトラセブン第38話勇気ある戦い。どうもミエティです。アンドウルトラオヤジです。ねえねえウルトラオヤジさん、ウルトラセブンにはあるジンクスが存在することはご存知ですか？ジンクスですか？ジーパンとトランクスのことですかな？なんでやねん。ズバリウルトラセブンの弱点です。綺麗なお姉さんに弱いウルトラセブンにはもう一つ弱点があると言われているのでした。第38話のあらすじだぞ。車30台が霧の中で消滅する不思議な事件が起こった。作戦室に集合するウルトラ警備隊たち。しかしダンの姿がない。ダンは私の友達の弟さんが入院している病院に行っています。アンヌの友人の弟オサムは心臓欠損症で手術をしなければならなかった。ところが手術は怖いと言って承知しなかった。諸星団に会えれば手術を受けてもいいと言ったので、ダンはオサム少年に会いに病院を訪れていた。オサムちゃん、ウルトラ警備隊のダンさん、約束通り来てくださったのよ。ダンさん、なんだ、とっても元気じゃないか。来てくれたんだね、僕のために。育児がないぞオサムくん。手術なんて寝ている間にすぐ済んでしまうさ。ダンに勇気づけられるオサム少年。ダンは明日の手術に立ち会うことを約束した。ところがオサム少年の執刀医グレン博士を乗せた車の前に巨大なロボットが現れた。ロボットのお腹のシャッターが開いて車がどんどん食べられてしまう。果たして何者による陰謀なのか、オサム少年の手術は無事行われるのか。その156、アンヌのスカートの中が気になる。この回ではオサム少年の姉と熱い握手を交わす段に、タンポポの綿毛をプーと吹くアンヌがやきもちを焼くシーンが可愛らしいですな。この回のアンヌの髪型はなんだかアメリカのアニメのベティさんみたいじゃないかしら。ショートカットにパーマかけて失敗したと思っていました。アンヌはこの後セブン終盤に急に髪が伸びてロングヘアになるのですが、伸びた髪はウィッグで監督の好みによるものだったと語っておられます。わしの好みはこのモンチッチみたいなショートヘアのアンヌですな。黄緑色のベストスーツは自前です。スカートの丈が長かったのでウエストで10センチ端折ってきてて、ウエストのモコモコが気になります。バレてたかしら。当時はミニスカートブームが流行りたての頃、丈の長いスカートをわざわざ短くすることもあったんですね。そんなウエストを10センチも端折ったなんて、スカートの中身が想像できる鼻ジブーな証言があるのですな。おっさん、よくわからんが嬉しそうだな。一方諸星団は頭から血を流して足を引きずる満身創痍の状態でしたね。最終回もだけど怪我をした演技はやりがいがあるよ。足を引きずる動きや血のりで工夫できるから。頭から血を流すのは最終回史上最大の侵略に共通していますな。血のりや怪我をどうしていたか、諸星団を演じた森次浩二さんは次のように言います。自分でイメージしてメイクさんにこういう風にってつけてもらった。それで包帯を巻く。日にちをまたぐと苦労するよ。巻き方が違ったら絵がつながらないからね。記録さんがチェックして自分でも気をつけてたよ。しかも怪我のメイクは時間がかかると血のりがくっついてしまい、メイク落としのコールドクリームなんかじゃ取れず有機溶剤のベンジンを使って落としたそうです。その157、クレイジーゴンの再登場は不可能。車を食べるクレイジーゴンは子供の頃好きでしたな。トミカとかなくてマッチボックスの海外製のミニカーで遊んだ記憶がありますな。親父さん、クレイジーゴンではなくてクレイジーゴンですよ。よく狂ったロボット、クレイジーゴンと間違われたりしますね。それにしても深まった車の中の人はどうなったのでしょうな。そこは想像しない方がいいでしょう。諸星団がクレイジーゴンが母船と合体した写真を見て思わず、バンダ星人の宇宙ステーションじゃないかと言ってしまって、正体バレるやないかあいという面白シーンがありますな。え、ダン、お前どうしてそんなこと。いや、ちょっと。その後よくごまかしきれましたな。そうか、奴ら地球へ車を集めに来ていたのか。自分の星の物資を使い果たして他の星にやってくるなんて、まるで強盗みたいな。クレイジーゴンは侵略ロボットではなく、資源不足に悩むバンダ星人が地球の鉄を奪うために作ったロボットですが、ウルトラ警備隊の新型爆弾スペリウム爆弾にも耐えたり、ウルトラセブンの技を受け付けない高い防御力を持っていますね。あれ、スペリウム爆弾ってスペル星人を壊滅したヤバいやつじゃ。そのあたりは過去動画で詳しく解説していますよ。
ウルトラセブンの決死の体当たり、ステップショット戦法によって動きを止めることができましたが、機体は完全に破壊することはできないくらい頑丈でしたね。ウルトラ警備隊と協力して破壊できたのはキング・ジョーの時と同じですな。ということで、セブンは美少女と巨大ロボットに弱いというジンクスが一部のファンに語られるのでした。ところで、親父さん、その後クレイジーボンはカオス・クレバーボンというオマージュキャラはいるものの、別のウルトラシリーズに登場することはありませんでした。これは監督をした飯島敏弘監督に配慮したものではと思うのです。その158、飯島監督の誤算。飯島監督といえばバルタン星人の生みの親であるわけですが、バルタン星人は人気があり、その後のウルトラシリーズに登場し続けた結果、バルタン星人の元々のテーマが忘れ去られたことに懸念を示した結果、あのシンウルトラマンにさえ登場しなかったと言われています。バルタン星人のテーマって何ですかな。もともとバルタン星人は自分の星のマットサイエンティストの核実験によって宇宙の放浪者となってしまった行き過ぎたテクノロジーの犠牲者をテーマとしていたのです。クレイジーゴンも同じく文明の発展による資源不足をテーマとしているところがありますね。ところがそんな問題はいずれ人間の優れた科学技術によって克服できると飯島監督は思っていたのでした。我々は地球を脅かす宇宙人と戦っている。おさむくん、ウルトラ警備隊がどうしてあんな素晴らしい戦いができるかわかるかい。それはね、我々の全てが人間の作った科学の力を信じているからだよ。小さなネジ一つ、メーター一つにも人間の作った最高の科学が生かされている。そう信じているからこそウルトラ警備隊はあんなに勇敢に戦えるんだ。わかるね。信じるんだ、おさむくん。人間の科学は人間を幸せにするためにあるんだと。当時は科学に対して信頼していたんですよね。今のように人間の科学が破壊的なものになるだなんて考えていなかった。当時は英知という言葉を使っていたんだけれど、今は間違った方向に行っているけれども、科学が進んでいけばそれをコントロールしうるだろうというふうに僕も考えたし、世間一般もそうだったんですよ。つまり人間の英知がそれを克服するだろうとね。1960年代は高度経済成長、大阪万博といった科学万能時代でした。そんなこともあってウルトラセブンの時代は人間の英知は全ての問題を乗り越えるだろうと思われていたのでした。後に公害問題や原発問題が起こるとは誰も思っていなかったのでした。我々は勝ったんだ。バンダ星人のロボットにも、そして人間の愛と信頼との戦いにも。ところでこの第38話には見覚えのない機体が出ているのには気づきましたか。その名もウルトラガードです。ウルトラガードとはフカキョンとセブンが共演したタイヤの CM ですか。そっちじゃない。クレイジーボンを追跡するのに使った実在の戦闘機に似た形をした乗り物です。第30話の栄光は誰のためにで初登場し、青木隊員の訓練のため迷彩タイプの2機で模擬戦を行いました。第38話では前半の戦いでダンとフルハシがベータ号が撃墜されたウルトラホーク1号の代わりに登場しています。またしてもダンとフルハシが乗っていた1機がクレイジーボンに撃墜されてしまいましたね。ダンとフルハシが乗ると墜落するジンクスがあるのですかな。ウルトラでは墜落コンビとかよく言われたりしますね。というネタで今回の動画は終わりですかな。次回はセブン暗殺計画、お楽しみに。このウラトラセブンはブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。